田坂監督は試合中に選手にどんなことを言っているんですか。まあ、時間帯によるんですけど、始まりはやっぱ修正の指示であったりと、森島のシュートはゴールの左ですが、もう最後は基本的にはもう精神論ですね。彼がこうボールを持った時っていうのは少しこう得点の匂いはしますよね。そうですね。キューズ君、100、すごーい。走ったのがきつかった。